です。今日はここで、ちょっと塗り絵をしようかなと思っています。今日はとても気持ちのいい日曜日の午後の時間で、このバルコニーで海を時々見ながら絵を描くという贅沢な時間を持とうかと思います。それではのんびりとした気持ちで見てください。今日使っているのはダーウェントのグラフィティントという、水彩用の色鉛筆です。これはねすごくね、なんていうのかな、渋い色の色鉛筆で、ちょっとカリッカなんていうのかな、濃い色は出ないんだけどね、なかなかいいシリーズなんです。ちょっとねでもこの紙には合わないくて、色のノリは少し良くなかったんだけど、でもとにかく細かく色鉛筆で塗って、そして筆に水を含んで水を含んだ筆でなぞると色がつくっていうので、楽しい塗り絵の楽しみ方で、私はたまにこういうこともやりたくなって、細かい絵を描くっていうのは何ていうのかな、何も考えないで塗り絵をするっていう楽しさですね。これはねたまに外で何も考えないで風に当たりながらやる作業としてはすごく良くて、メディテーションみたいな感じかな、私にとって。だから作品を作るっていう感じではなくて、この絵はねちょっとねお話のために描いてみたんだけど、綺麗にまとまりすぎちゃってなんか使えないなと思ったので、ここの絵はもう遊びに使おうと思って、今は本当に作品作るっていうことじゃなくて、ただ塗り絵を楽しむためだけにやっています。そう、こういうのも楽しいのでぜひやってみてください。でこの絵はねこの続きちょっとね結局アブストラクトになっていくんだけど、それも動画にします。ということで今日はお話はここまで。